今日は、まあ、スタートからすごくバッチリ決まったのと、あと浮き上がりもあのアップの時に平井先生からいろいろ注意されていたのを思い出して、それがうまくレースでできたのと、あとタッチもうまく決まったので、それが全ていい記録につながったんじゃないかなと思います。上海の世界選手権の時はこの種目で2番だったので、あのぜひ次は世界の頂点を目指して金メダルを取りたいと思っているので、あのもう少し極められるところは極めて、ちゃんと本番で戦えるように頑張りたいと思っています。昨日はあのすごく積極的なレースができて、あの、まあ、うまくまとめられるとあの記録出たんじゃないかなと思うんですけど、いい教訓になったと思います。100分の1秒でダメだったっていうのをまた今後に生かして、あの自己ベスト更新できるように頑張れればいいなと思いました。やっぱり一緒に練習している仲間がすごく意識の高いあの選手ばかりなので、あのその皆さんに刺激をもらいながら、あのようやく世界を目指して頑張ろうって思えるようになったので、あのみんなのおかげだと思っていますし、今後もチームみんなであの高いところを目指して切磋琢磨しながら頑張っていければいいなと思っています。ありがとうございました。